はい、どうも皆さん、おはようございます。ドラゴンクエスト10第4期初心者大使の太田裕二でございます。どうも、ね、カオちゃんとサヤピーが今メタル回ししてますね。はいそんなこんなでちょっとサクッといきましょう。とりあえず今日はもうね、朝のサクッと、この時間しかなかなか撮れないんで、この時間に俺はやります。はいね、エールを送りつつね、まずということで、まず守護橋のおさらい。うん、まあもう見るからにね、うん、見るからに何でしょう見るからにどうでしょうかね一つも似てない、悪そう、まあ、悪いんじゃないかな、多分悪いんだと思います。うん、グラコスがキモい。グラコスでもこんな感じじゃなかったっけ。一旦モメン、悪そうなのは伝わってくる。右から大山さん、カオちゃん、俺 P 一番右わからない、一番右、うん、倒す順番でもないな。これで魔界村で、これでで、まあこれでの久々にひどいの来た。で、これと。うん。よし。右は足あれですよ。二つこう、立体感に溢れてますよ。うん。ね。よし。何？小学生の僕が考えた超人みたいな。ね。まあ、そんなこんなでですね、ね。昨日、四色を倒しましたね。四色でございます。右から、ジャミラス、グラコス、デュラン、アクバーです。はい。ね。でございます。ホレジに見えてきた。一番右が、ホレジ？うん。確かに、そうだ。課題完全クリアですね。はい。そうですね。今回の課題完全クリア達成いたしました。ついに本当に解放されましたね。課題、最速じゃないかな、こんだけ早く全部終えたの。うん。ですね。超人か怪獣、ありがとうございます。ね。なんで、本日のタイトル、いきます。じゃじゃじゃん。一足先におさらい。頑張れ、カオちゃん。スペシャル。一足先に、昨日の集合、配信のおさらいの一枠。うん。ねえ、かおちゃんもさっき歌ってたよね。かおちゃんも、くしくもさっき歌ってたよね。俺これ昨日考えたのに、このタイトル。まさか、カオちゃんもこれを歌うとは思ってなかったの。うん。なんでね、昨日、4色を、モンスター同盟、ドンモグーラは倒せてないけど、で、あと振り返り思い出トークと。うん。まあ、昨日そういう集合配信したので、まあ、そのおさらいをね、まあ、ちょっと日課をしながらやりたいかなと思っております。うん。やっぱり今日レグナと最弱だったんだ。行きたかったなぁ。はい。なので、ゲーム画面に早速参りましょう。じゃじゃん。サーバー21と。よし。ね、なんで、もう日課といえば日替わり討伐ですね。先ほど、サーバー1で買ったんで、先ほどサーバー1でプスゴン買いました。どこだっけ、あった。よし。プスゴンを、本当はね、パープルオーブ落とすやつをいつも買ってるんですが、ちょっとまあ時間もあれだったんで、列がガラガラのところから購入しました。うん。よし。旅芸賢者バト。ね。そうか、あ、V さん来てんの見てたけど、明け方、リュウザさんと新一さん来たん。そうなんだ。この後も、
この後もどうなんだろうね。ゲストの方がどんぐらい来るかっていうところですよね。じゃあ早速、まあ、強戦士のやりながら、まあ、いいね、喋りましょう。はい、寝てましたよ。俺は寝ましたよ。俺は今日に備えてしっかり寝ましたよ。はい。うん。ね。さあ、なんで、装備どっちだ？ライトニング。まあ、だから、じゃあ昨日の振り返りをね、まあちょっとね、まだだって、かおちゃん、あと、なんで、6時間弱でしょ。あれ、あれ、なんで俺ジギウス言ってんの？なんで俺ジギウス言ってんの、これ。ミスった。ジギウス言ってもだ。あ、違う、ジューギスだ。またミスってるわ。え、こいつ、引かないじゃないか。眠った、よし。あ、まだまだ行こう、またジバリカに。習慣、そっか、紫色を意識しすぎたか。うん。ね、なんでね、昨日はですね、この今まさに俺が踊り子やってますが、4初校でついに踊り子デビューを、まあ、目論んでた通り、無事ね、4色をクリアしましたね、一発で。いやー、面白かった。まあね、帰ってから一応ね、その勝利のところだけなんかね、ちょっと見ましたけど、ブレスカイ。勝利のところの配信っていうか、バトルを見ましたけどね。まあね、今見てみると、全然あれだね、もう、グダグダだね。更新できてないし、ね。やっぱ、慣れてないのがもう、如実に、現れてましたけどね。まあでも本当にまあテンプレ的な、テンプレというかね、本当にもうね、今回の課題に向けて、うん。今回のね、課題に向けてね、もう完全なる準備をした。あ、そしてまたジバリガに引っかかっちゃった。うん。ね、準備はまあでも一応ね、やろうとしてたことは一応全部できたかなと。うん。あ、インコさんとカズナイさんが常についたんだ。同時についたんだ。うん。盛り上がってますね。まあ、そっちは引き続き、うん。いろんなゲストが来て、盛り上がることでしょう。うん。ね、準備が8割で決まると。うん。いや、でもね、本当にね。しかもこれパープローブ落とさないんかい。うん。まあね、インコさんとカズナリさんがね、朝訪れるってことはまあ、うん、知ってはいましたがね。まあタイミング的にまあでもそうだな。被るなとは思ってたんで、何の問題もないです。はい。まあそちらが盛り上がってるところなんで、まあ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 、俺はね、本当にね、まあまあまあ、頑張れ、カオちゃんっていうね、ところの配信ではあるんで、うん、そちら側を、ぜひね、優先していただいて、うん。ランド待って、ランドのタイミング、おぉ。お。スリープがあんまり効かないのかな、ジーギスは。そこまで。ショック与えてるし。あんまりジューギスは眠りづらい。ずっとこれやってもらう。眠れ。お。眠った。よし。で、もう倒した方が早い。なんで本当にまあね、踊り子ね、まあまあまあ全部、本当にまず悪魔を眠らせーの、悪魔を眠らせーの、ジャミラスをまず叩きーの、ジャミラスをまず叩きーの、グラコスを、ね、次、戦いーの、その後、悪魔を封印しーの、ね、
いなくなった。悪魔不意思議の花吹雪の、花吹雪を、デュラに入れの、で、まあ、あとは仕留めるのみのっていうね。ね、いやーね、まあ、一応ね、報われましたよ、本当に。あ、宝珠つけてましたよ。前日にね、宝珠全部取ったんですよ。うん。花吹雪の宝珠と、封印のダンスの技巧と、バイパーファングの技巧と、まあ、スリダガーもともと持ってたんでね。スリダガーの二玉と、うん。まあ、最低限のね、必要な宝珠をもちろんつけて臨みましたよ。うん。まあでもね、まあ一発で倒したかったけど、本当にまあ倒せるとはちょっとね、思ってなかったんで、本当に満足ですよ、個人的に。ほとんど本当にね、踊り子とかやったことないに等しかったからね。本当まあ事前準備の賜物でしたね、あれは。まさに。うん。まあね、その後のね、その後のソウルの俺の下り具合に。あれだね、全然、そう、その後にまた魔法を、一回目踊り子やって、次僧侶僧侶でダメで、ラスト魔法しましたけどもね。やっぱりこうね、フォレッシュ。あれなんですよね。その、やってみて分かりましたけども。なんか、他のね、慣れてる職だとね、本当にやっぱりね、まあターン貯めるだったり、こうね、相手の動きをちゃんとこう見ながら、なんか、これじゃないか。俺なんか、ある程度ね、やっぱりね、普通にできるんですけど、ちゃんとね、避けながらとかね、こういろんなね、様子を見ながらって。もう、僧侶だったらもう全然ね、本当にだからターンを貯めるとか、全然、ね、全然なく。見かけるタイミングは敵がスキルを使うとき、あ、そっか。イチゴ爆弾とかやりかけた瞬間にやった方がいいのか。あー、やっぱり痛恨。うん。ね、僧侶の優先順位がまだ全然ね、俺分かってないよ。うん。もっと最初にデフォマラーとか多分すべきだったんだよ。そうだ、相手が攻撃してるならもうそれを待ってからの、あれですよね。うん。なぁ、ちょっと僧侶は、ちょっと僧侶練習しないとな、ほんと。うん。これ、カオスエッジとナイトメアファングの優先順位も分かってないんだよな。よいしょ。なんでちょっとね、今後、第8霊廟でね、今後第8霊廟で俺はちょっと練習したいと思います。俺だけ誰だけマジでポシェットって何？ね、魔法、まあでもまあ、やっぱり、ね、構成が地味に、まあやっぱりね、なかなか、四諸侯はね、ほんと踊り子がいるいないっていうかね、幻惑が入るか入らないかで、ね、ほんとに、まあ思うね、運命の差ですよね、あれは。幻惑入ったらほんとにだってデュランとかほんとにもう恐るるに足らぬっていう感じですからね、あれね。花吹雪、まあ百花繚乱があれば一番良かったのかもしんないですけど、まあほんとにね、花吹雪が、花吹雪の重要性に昨日は本当にね、もう気づくというかね。あれが本当に肝でしたね、完全に。まあ、あとはそうだね、うん。そんなこんなでしたね。いやでも本当にまあ踊り子で、てかまあね、普通に4期で勝ててよかったですよ、本当に。満足。ね。花吹雪ね。そうそうそう。スキルポイントね。スキルポイントがね、ほんとね。7であれ使えたらほんとに便利ですよね。宝珠さえ入ったら多分結構効くのかな？わかんないけど。受付波動の前にね。ランド入っ、ランド来ちゃった。あ、ランド来ちゃった。あ、ランド来ちゃった。サポートの連携が難しいな。プノスは寝るんだっけ？モードかかんだっけ？かかるんだし。
ね、なんでね。まあみんな、まあ他のいろんな職で行きたいけどね。まあ、魔法とかならなんか行けそうな気はしたんだけどな、昨日。うん。なかなか。まあ構成的にね、結構ね、他の職に変えると、結構みんななかなか難しいね。俺がだから今現状なんとかイルパッチになって、現状俺が魔法とバトマスと踊り子を先やり始めたから、まあまあ基本的にやっぱりアタッカー、まあ、アタッカーなんですよね。うん、アタッカーメインでサヤピーがまあ前衛か。俺、でも、中衛職があんまないんですよね、逆に言うと。前衛、後衛。まあ、だから、ソウルも早くできるようにしたいんだけどな。うん。そう、魔戦ね。片手剣のスキルさえ取れればね、魔戦をやりたいとは思ってますね、本当に。うん。まあね、カホちゃんがまだ踊り子。あの、パラソーできるようになるとやっぱ腕が上がるんだ。そっか。うわ、今チャットで街中で今バラモス行きませんかってちょっと今一瞬終わって。ひるんだわ。恐るべしチャット。うん。杖だけでも大丈夫。まあでもあれか。どっちだ。ドルバドンアクアカイザー使おうとしてる？どっちだって言われる。アクアカイザーどっち？あ、でもナイスノックバック。どっちか行ってる？もうこっち見えませんか？よし。こっちゃ、止まんない。止まんなかった。キャンセルできなかった。何やってんの？自分で眠らして自分で起こして何これ。ちょっと。やばい。やってもうた。せっかくいい感じに眠らしたのに。自己完結。しかもこっちにターゲット変わっちゃった。ナイトメアファング。寝て。オッケー。よし。危ねえ。おー。あー、また見せた。そして、踊り子。ちょっと待って。踊り子キャンセル難しいな。あれ？こんなキャンセル難しいの？しかも絶対やばい。今、アクアカイザーやろうとしない？左手が行こう。発動早いんだね。結構難しいね。まあね、悪夢って結構ね。あ、俺のアクアカイザーやばい。俺のアクアカイザー待って。アップレートか。あ、怒ったよし。ね、結構コマンドが大切ですよね。ね、コマの結構ね、慎重にやらないと。魔法だったらね、いつもね、結構思いのほかね、サクッとっていうか、変わるんですけどね。アクアカイザーだって。やばい。眠らして。眠って。あ、でも倒した。よし。そして落とさないんかい、オーブ。うん。よし、続ける。で、まあ、昨日その後に、モンスター同盟ですね。モンスター同盟は、なんか、まあ、1回目わちゃわちゃして、よくわかんなかったけど、2回目もね、わちゃわちゃしながらも倒せましたね。本当に。なんか俺ひたすらもう遠くからこう、もうずっとメラゾを撃ってた気がする。あと、大山さんのね、必殺発生しすぎだし、ひらめきすぎだし、あれ。あんな発生すんの？ガジェット。強すぎないか。あ、ランドンやめて。あ、でもいいか。ナイス。むしろノックバックナイス。いいか。本当にまあ、よくわからんまま倒したぐらいの感じですけどね。うん。
やめて。よし。必殺掃除やっぱ大事なんだ。昨日ね、俺もね、そのね、昨日その、だから、4書庫のために、後陣の前の、ひらめき取りたいなと思って、達人クエのね、報酬をね、石板じゃなくて、光の必殺の5玉にした、5つもらうっていう風にしたんですよね。ただ残念ながらね、まあ、2玉は、何でしたっけな、モンスターゾーンの2玉は出たけど、他は3玉で、あれですね、聖者の歌のひらめき、まあ、それ欲しかったからよかったんだけど、まあ、それも3玉だけど、聖者の歌のひらめきが出ましたね。なんでちょっと今後もちょっとそろそろあれかな。そういう風にちょっと必殺宝珠を狙っていこうかな。宝珠の前欲しいべ。テンション上がるよね。おっと。こっちも。よし。いや、さすが、探検150スキルやばいな。めっちゃ効くな。ちょっとね、またアクアカイトだって。眠れ眠れ眠ない、やばい、おたけ花でやばい。ちょっと早っ早っ1分49秒、これ達人クエクリアじゃない、あったとしたら1分50秒以内みたいな。え、てか落とした、落とした、よし。結構俺のね、ちょっとお気に入りの構成ではあるんですよね、これ。馬刀賢者旅芸踊り。うん。攻撃的な。あ、カズナリさんが大いなりを差し入れ。さすが。うん。ほんとだ、なんか、食べてる。うん。ね、そんなこんなで、まあ、モンスター同盟は、モンスター同盟はほんとにね、なんだろう、あれは。うん。まあ、ずっとね、モンスターになかなかね、うちら日の目浴びることなかったんで、まあまあモンスター。やっぱね、ドラキーと魔法の相性が良すぎてね、本当にもうちょっと、誘惑キーが死にかけたら本当にね、気が気じゃなかったね、昨日は。うん。早く俺のために歌ってくれーっていうね、歌声を聞かせてくれーっていう風にね、なりましたね、完全に。なんでやっぱりね、ドラキーね。ドラキーの大事さよ。まあ、そのままわちゃわちゃしながらね、わちゃわちゃしながら、まあ、モンスター同盟もね、無事ね、倒せましたね。相手は、まあ、うちらはね、まあ、激用のパーティーで8人で行きましたけどね、うん。なんかほんとよくわからんまま。よくわからんままね。なんか、対人ウェーブと、ズッキューンさえ避ければ大丈夫ぐらいな感じで、普通にね、なんか、倒したような感じですね。うん。バナナじゃん。インコさん、バナナ？なんか、声は聞こえないけど、インコさんがバナナにしてなんか語ってんのかな？モグラがね、モグラが、やっぱりあれはどうしたらいいんだろうね。モグラのね、エリートが結局ね、ずっと呼ばれ続けるから、もうね、いたちごっこなんですよね、完全にあれ。火力的にもでもあれが限界っていうかね、テンションバーンのこととか考えたらね、なかなかね、モグラのあの対処方法がね、まだね、まあね、モグラはね、大山くんと俺とね、大山さんと、カズナリさんと、俺とね、ジンタスさん倒しましたけどね、もう、ドンモグーラは。うん。賢者入りがいいの。あ、そうか、賢者入りだとそっか、テンションバーンが結局、洗礼で消えるから、そこ無視できるんだ。じゃあ次はカオちゃんが賢者もありかな、ありなのかな。うん。ね、カオちゃんもありかもしん。カオちゃん賢者だとありなのかな。あれは消えないの、あれは消えないんだ。あのテンションバーンはどうしても消えない。ロスアタでも消えない。まあ、ロスアタでは消えないみたいなのが昨日言ってたの。洗礼でも消えない。賢者の使い方は違う。魔法捨て？魔法捨て？で、魔法捨て？ DPS 稼ぐため。魔法よりも、いいってことなのか。うん。で、賢者ですね。
ケンケンマーマセンで呼ばせないやり方。呼ばせないやり方。呼ばせないとかできるのか。え、ケンケンマーマセンで呼ばせないとかできるの。あ、そうか、あれか、そういうことか。呼ばす、あれね、バンドとかいろいろ呼ぶ前に、そういうことね、一気に叩き込むってことなんですね。はい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 。え、80秒で終わんの？ケンケンマーマセン、フォースブレイク、フェイスブック、予備の動作中にすごい勢いで削る。え、Facebook 入れて、もうドルマドンドルマドンメラガイアみたいな。まあ、構成的に4期では今のところ無理、確かに。そうなんだ。ちょいとだけ延長しよう。よいしょ。え、あ、そっか。チケットがない。あ、マダンテ、あ、そっか、マダンテも使うのか。そっかそっか。ダメージで結局行動変わる。一気に削れば呼ばない。倒せる。あー、それでやっても見たいですけどね。なかなかでもやっぱり Facebook もまだね、4期はね、そして4期なんかね、すごいシンプルな構成ではあるものの、そういうなんかね、確かにまだね、幅としてはまだそこまで広くはないですよね。まあ、あとそっか、カオちゃんのはね、ジャンプ避ける、ジャンプで避けれる技避けれない状態ね、カオちゃんのね。そこがでもね、むしろそこがでもね、カオちゃん、ジャンプで、俺ももちろん完璧ではないけどもね、もう少し避けれるようになったら、だいぶ変わるんじゃないかな。だから三悪魔も難しい。あ、そっか、三悪魔ね。ね、昨日綿飴食っ、昨日綿飴食ったけど食らってたよね。ジャンプし、だからあれなんだよ、ね、やっぱり、多分、行動のタイミングがね、やっぱり、そこまで多分、モグーラを見ずに、多分やってる結果、ハッスルとかなんかしてる最中に、第一ラッシュできちゃって、結局、ジャンプできないみたいな感じかな。まあね、難しいけどね、往々にしてありますよね。なんかやってたら、相手が、はい、もう、行動しちゃうみたいなね。あんまり様子見すぎてもあれっていうね、ところもありますからね。魔戦ができるようになったら三悪魔もいい。ほうほうほう。カオちゃんが不気味の光に専念すればいける。ああ、もう俺が魔法で一気に削るってことか。はんはんはん。確かに不気味の光出ると変わるのかな。ね、まあでも混乱のね、やっぱ混乱の体制はあれは大事ですね。混乱はやっぱりね、つけてないとね、ダメだった。そう、モグラはね、そうそう、ジャンプのタイミングがね、消えてから飛ぶっていう、ちょっとね、他の怪人ウェーブとか、ネクロゴンドとかとはまた違うあれなんですよね。それ、まあ、補助色だから敵見たり味方見たりで、それも忙しいと。俺もだ結構ね、第一浦氏はね、その、カズナリさんと大山さんで行った時は、あんまりお礼避けれてなかったんですけど、昨日はね、比較的避けれてたんじゃないかなと、思われます。思いのほか避けれてた気がする。ね。まあ、そう、声出せるかっていうところもある。そっかそっか。ね。まあ、どんもぐらいでも4期で倒したいですね。まあ、また集合配信。することがあれば、その時にやるのか、まあ別にね、その実際な集合じゃなくても、また4期でね、倒したいですね。あ、そう、魔法使いの証、そう、外した方がいい、そうなんだよね。やっぱり昨日も俺も確かにそれ感じたんですよ。やっぱり魔法使いのね、証はもう外して、いいかな。なんかもうレグナードでも外すのがなんかもう、むしろ普通みたいな、なんか、なってるって噂は聞きましたけどね。そうなんですよね。キャンセルも難しいんだよな、あの2回目の場合。キャンセルできそうで間に合わないこといっぱいあるからな。このダブル行動。綿飴食べれば明かしつけてもいい。あと俺も今完全に混乱推しになってるし。通常営業に戻ろう。反応できるならつけてもいい。カイマでもなく、モノクール。
で、理性じゃなく限界同士。いや、反応なかなかできないんだよなぁ。じゃあもう。ね。あ、そうか、すぐキャンセルできるように指輪置いてる。まあ、俺も結構ね、キャンセルできないことを本当によくあるから、ちょっと俺外そうかな、ひとまず。一回。一回ちょっと、外しての魔法使い、やってみようかな。うん。常にキャンセルボタンを押す癖をつけるべし。まあ、そうしたらいいのか。まあね、すごいね、早く倒したいときはすごい便利なんですけどね、あれね。あ、二回来てくれたってね。常にキャンセルボタンを押す癖をつけるべし。癖つけたら大丈夫なのかな。あ、そうか、戦士も同じような感じか。あの、ね、まあ、その頃のドンモグーラーもね、まあ、倒したいっていうか、大流玉がね、まだ全然普通のね、流玉が理論値完成してないからね、こう、ね、練習できないけども、大流玉が欲しいですね。大流玉が欲しい。破片だったしね、結局ね。カズナリさんとね、小山さんと行った時は、破片だったんで、大流玉まだ持ってないんでね。まあ、と言いながらね、まあ、まず理論値をつけることが先なんですけども。ね。で、ラストは、まあ、振り返り枠ですね。結構、最後の方ね、トーク枠みたいな感じにしましたね、珍しく。いや、でも楽しかったな。なんか、最初のオーディションの日から一気に夏祭りに、一気に夏祭りに飛びの、そっからまあまあまあ、ちょっと思い出話、ちょこちょこ裏側、裏話みたいなね。うん。レグ4は証外すようなプレイスタイルじゃ無理。ああ、もう証をもう常がキャンセルできるようなプレイをしていかないとダメってことか。じゃあやっぱりつけとかないとダメか。つけて練習しとかないとダメだね。うん。でもそっか、別に来てほしいときは発生していいわけだもんね。難しいな。慣れないとな、ほんとに。まあ、レグはパラ次第。でも、卒業までもう1ヶ月切りましたからね、ほんとに。つけてないのは戦士から魔法に。インコさんの口、インコさんの口臭問題。え、本当に。まあね、まあ振り返り、あ、気まぐれ追撃やれば多色でも練習できる。あ、そうか。気まぐれの追撃一時期つけてたな。うん。とか戦士から、戦士はもう外すのが、戦士だったらもう外すのがもうむしろ普通になってるんですか？うん。どうなんだろう、戦士はやってないからわかんないけど。ね。どうなんでしょうかね。まあなんで激音ね。いやーでもほんと、どうしようかな。残りの、あと8日まで残りね、だってあとまだだって10日以上あるから、何しようかなっていうところではあるんですけどね。まあ、ずっと言ってるけど、もうそろそろレグナード行っていいんじゃないかなと。なんか昨日なんか、うん。レグナードをするみたいな話になりましたけども、そろそろ行きたいね。さすがに。次のね、最弱の日があったらそろそろ、ちょっと行きたいと思います。うん。そんなこんなんですかね。ちょっと時間もちょっと個人的にあれなんで、そろそろ今日はここで、うん。うん。今日はこの辺で、締めとさせていただきます。はい。ということで、昨日は4色を無事撃破、かつモンスター同盟、かつ、モンスター同盟、かつ、ドンモグーラ、かつ振り返り。うん。デュランがひどいの。うん、まあ、4諸侯ですね。色とりどりな、それぞれの個性に満ち溢れた絵になっております。ね。割と全部ひどい。左二つがわからない。アクバーとデュラン。
デュランでもデュラン感出てない。初行感がない。妙に可愛い。グラコスがでも一番わかるからなんだろうな。うん。わかんないね。まあ、そんなコーナーですね。本日は、一足先におさらい。頑張れ、カオちゃんスペシャルと題しましてね。はい。一足先に昨日の集合配信の、まあ、おさらいを結局できたのかできてないのかちょっとよくわかんないぐらいなざっくりなあれでしたが、日課も終えたんで、はい。ありがとうございました。引き続きね、カオちゃん、まあ、サイピーもだけど、頑張ってね。あと3時間あるよ。うん。応援してまーす。カオちゃんにエールを送りながら今日はここで終わりとさせていただきまーす。ありがとうございました。ドラゴンクエスト10第4期初心者大使太田裕二でしたー。